県立高等学校入試に向かう受験生そして保護者の皆さんこのパートでは、県立高等学校入試、学力検査から、国語につきまして、県立共通問題の国語と、朝日高等学校にて行われております、独自入試の国語、この2つにつきまして、問題分析と今後の学習といったところについてお話しさせていただきます。よろしくお願いします。 まずは共通問題の国語についてですけれども最初に過去5年分の大門構成と平均点の一覧といったものをご覧ください、えー、まず実際に入試では70点満点となっておりますけれども表示しておりますのは100点満点に換算された点数となっております続きまして大門の構成ですけれども大門4段構成というところは変化がありません中身を見てみますと説明的文章の論説文そして物語文 また古典とその干渉文からなっている古典融合文となります加えまして与えられた条件や資料から一定量の記述が求められている対話文ですとか意見文といったもので構成されています次に題文の一つ一つ証文を難易度指標の中に落とし込んでいるグラフをご覧いただきます画面右側の立体的なグラフのところにご注目ください 今、水色でトーンをかけているところなんですが、え読解処理、解答処理ともに難解で複雑な手順となる問題につきましては今回、出題がありません。では、問題そのものが実は優しかったのだろうかと思われがちですが、これはちょっと大きな違いということになります。今年度大きな違いとなりましたのは、問題用紙の変化ということになります。今、ご覧いただいておりますけれども、 例年 B4 の横型であったものが A4 の縦型の冊子全11ページに及ぶ問題ということになっております文字数をカウントしていますとこちらの方が5599字ということでかなりの文字数ですこちらの方を45分の問題時間の中で読んでいかなくてはいけません 実際に日本人がどれぐらいの分量を読んでいくことができるかということなんですけれどもいわゆる読解速度測定というふうな研究はさまざまなものがありますが一般的に日本人は1分間ででで400 600から600ぐらぐいいいの文字数がが読んでいくことときると言われていますそうしますと試験時間は45分ですので間をとって500字だったとしても45分あれば22,500字読めるではないかという話になりそうですけれども実のところこの 文章を読みながら、えー、条件を選択し内容を要約して試行を重ねて記述し編集するという作業を行わなくてはいけませんので時間配分というところで考えると受験者に対してはかなりのプレッシャーがかかる問題であったということがご理解いただけると思います。大問の1番、えー、といったところをちょっと引き抜いていますけれどもご覧いただきますと今画面上で赤くトーンがかかっている部分この部分が注釈になるんですけれども注釈の中身を実際に見てみましょう。 テーピングですとかスパイクラリーこういったものが実際に物語文を読んでいく上で絶対に必要な条件であるかと言われると若干微妙です一番最後に出てくる2 4 3ルこちらは物語の舞台になっているバレーボールのネットの高さになるんですけれども実際にその場にいる臨場感ですとか現実味ということを考えると必要な条件かもしれませんが問題文を読んでいく上では全く必要がありません ですから実際に問題を解いて読解していくというふうな上で必要な条件であるか否かはきちんと取捨選択をして読んでいく必要があるということになります。こうした問題であったわけですがこの中で今回一部特徴的であったものをご紹介したいと思います。先ほどご紹介した難易度指標の中では中難度にあたるものです。大文1番の5番。の 再度大文1番の表をお出ししています。この中で問題になっていた部分がこちらになりまして文章を引き抜いていますが防線のスモールィ本当に右手の中に小さな鍵を握り込んでいるような感触があったという記述があります。この中の中本当に そうしてような感覚があった感触があったという部分からこの部分が比喩であることがお分かりいただけるかと思いますが今青くトーンをおかけしますけれどもここに記されている握り込まれている右手の中の小さな鍵が一体何であったのかということを読みながら理解していく必要がありますそして与えられた問いはこのようなものです 物語の中では「俺」という一人称で出てくる「織田」がこのように思った理由を説明した次の文の空欄に入れるのに適当な言葉を35字以内で書きなさいというものでした続いて例文も見ていますバレエのことになると自分自身にも他人にも厳しい灰島に対してだからこそ空欄という手応えを感じているからという文です この与えられた例文の中の手応えを感じるという部分と防線部の握り込んでいる感触があるという部分がリンクするというところが理解できれば本文の中からヒントを拾っていくことができますそれでは実際に回答をしていく上でヒントになる部分というものをトーンをかけていますそうしますと今青く印が入っている部分がそのヒントになる箇所です文自体を拡大していますそうしますとこのような形になりますけれどもこの中でまず 今青くトーンをかけていますけれども壁を作らせるものではないそれから拒絶することはないという記述がありますがこの辺りから灰島という少年が心理的な壁を作っていいる状態というものが予想されます。そうしまして次に、えー、トーンをかけた部分でご覧いただきますと本気でバレエと向き合っているあるいは生ぬるい本組を許せない。 こういうあたりがそのハイジマ君の心に気づかれた心理的な壁を開ける鍵になりうるということが想定されます続きましてその鍵というものを俺は持っているそうしてまっすぐな言葉だけが届くというあたりを読み込んでいきますと模範回答本気でバレーと向き合っている自分のまっすぐな言葉はハイジマの心に届くはずだというふうな回答に行き着く形になります そうして物語文というものは特殊な言い回しですとか比喩で表されているものを本文中から比喩ではない表現というものに置き換えてまとめていくという問題が出題されるものです。この問題自体は複雑な手順が必要なものではありませんでしたが実際に全体の中でこの問題を見てみますとこちら回答欄になりますが今赤く囲んだ部分というのが今ご紹介した問題です。ただこれに加えまして 本文の趣旨を要約して40字以内で書く問題さらには与えられた資料から話し合いの結論を想定して60字から80字で書かなきゃいけない問題というものも存在しますのでやはり文章全体を把握して時間配分等をしっかり考えた上で解いていく必要があるということになります。まずは不要な情報に惑わされることなく必要な情報を的確に整理しながら読んでいくという練習が必要です。 加えて、制限時間というものを意識して優先順位をつけながらやはり純粋に読解の速度を上げてていいかなくてはいけません。そして最後に回答の着地点というものは常に意識をしながら技術問題の精度を上げていくという必要があります。 農会センターでも常に実際の入試問題に制限時間を設けて解いてみたりといった練習を繰り返してはいますがそうした練習以外に学校や自分で解いていく場合でもそういう風な部分に意識を向けながら学習を進めていく必要があるかと思います続きまして朝日高校の国語となります県立と同じように大門構成と平均点の一覧をご覧いただきます そういたしますと過去5か年分見てみても論説文固定引用合文小説この大文構成に変化はありませんただ特徴的ですのは大文の一番ジャンルで分けてみるといくつかに分かれるんですけれども基本的には人間形成といったものを論じている人間論である部分は一貫していますこのあたりから学校側から受験生に対するメッセージといったものが伺われます 次に問題の一問一問といったものを難易度分析の指標の中に落とし込んだグラフをご覧いただきます。そうしますと今回特徴的なのは右側の立体的なグラフをご覧いただきますと今ピンクのトーンをかけた部分ですけれども読解処理や解答処理といったもので一番複雑で難解な手順が必要である問題が存在するという形になっています。 この部分の問題は例年の問題の中にもやはり出題をされておりますのでこうしたレベルを求めるという部分ではやはり学校側からのメッセージというものが伺われます。次に問題本文を見ています。こちらが1枚目そうして2枚目となります。実際に文字数をカウントしていますと今回朝日高校の国語に関しましては4,450字。 先ほどの県立と比較してみると文字数が少ないように感じられますが、一般的に45分で問題を解いていく県立高校の平均的な文字数は3800前後と言われています。ですからこちらの文字数でも十分多いということになります。次に回答用紙の方をご覧いただきます。特徴的なのは何文字以内という制限字数が設けられている問題が極端に少ないというところがお分かりいただけるかと思います。次にこの回答用紙の中にトーンをかけています。 青いトーンの部分は物語の前提となるその文章の前提となる部分を途中過程でまとめたものそうして赤い部分はその前提を踏まえた上で本文全体をまとめるという形態の問いですこちらの方は大問の3番の方でも同じように出題されています こうした制限時数がない中で行われる問題につきましては大学受験がメインで研究が行われておりますけれども一般的にこの青いトーンで書かれたような話の途中過程をまとめそしてその内容を踏まえて全体をまとめるというタイプの問いが存在する場合には制限時間の中で解いていく上でやはりその文字数が設定されていない場合の方が回答の率が上がりますし正答率も上がるというような研究がなされています。 ですから実際に出題の形態だけを見てみると受験生にに対しして優しいももののであるかのようにも思われますただし与えられている素材文自体のレベルはかなり高いものです。大文の1つ目こちら論説文になりますけれどもこの「稽古の思想」という本に関しましてはいくつかのブックレビューでトップページになるような問題ではありましたけれども刊行された年度が2019年度の4月ということになりますからかなり最近の本ということになります。 そして内容としては「暗黙知という中学生にとってはあまり日常的ではない言葉を中心として話が進んでいきますしっかり読んでいきますとアスリートの世界で有名になりましたゾーンですとかインナーゲームっていうところとつなぐものではあるんですけれどもあまり試験時間がありますので悠長に読んでいくわけにもいきません続きまして古典融合文の文章がありまして最後に小説という構成になっています これらの文章に関しましても与えられている文章自体の中身には特別な言い回しが用いられており読んでそのまま理解ができるという形ではない部分というものがいくつか存在していましたそうした語彙レベルが非常に高い文章の中で特徴的な問題を1台ご紹介したいと思います難易度指標中では最高難度に当たる問題です大問1番の7番 大文の1番目の文章に戻りますがこちらの中にトーンをいくつかかけています青いトーンと赤いトーンこちらの方で意見の応酬がなされている形ですまずうまくいくときはあれこれ考えない立ち止まることがないということが述べられています続きましてうまくいかないときそこから考える何度も立ち止まるということで立ち止まらない立ち止まるということで相反する主張が出てきますこの主張はそのまま続きまして 前者からすると後者は立ち止まるからうまくいかないのだそして後者からするとううままくくいいいいいかないかかななら立ち止っって順を追って順しかないのだとこの相反する主張というものが、えー、ずっとこの文章の中で続いていく形になりますけれども、えー、本文の中では実はこの相反する主張というものを重ねていくということが述べられています。 そうしてこの前提に立って先ほど少しご紹介した専門用語を加えての応酬に変わっていきますけれどもこちらの方でもうまくいくときは暗黙地が意識されずに働いているそしてうまくいかないときは暗黙地が意識されて問い返されてしまうここでもやはり意見は平行線をたどっています交わることがないわけですけれども本文の中ではこの2つの視点こちらの方を「矛盾を秘めた両立の知恵」というふうに呼んでいます 相反する視点となっていますがこれら矛盾しているものを両立する部分に知恵と呼びうる価値があるというふうな話になっているわけですそうした話の前提があった上での問いなんですけれども問いはこのようなものです、えー、防線部分大切なものは目に見えない目に見えないことこそ大切である。そう徹底した人に向けて稽古の思想は大切なことは目に見えるという最初に述べられている話の前提がなければもはや何を言っているかわかりません 相反する言葉が一つの冒線の中に含まれる形になります。そうしてこれに対する問いなんですけれども問いはこのようなものです。稽古ののの思想ととはどのよううなな考ええ方か文章全体を踏まえて説明ししさいというものでしたこの問題を解いていく上で先ほど確認した途中過程の前提というものが2つ必要になります。 まず矛盾している二律背反しているように見えるこの2つについては重ねててて考えいいいかなくてはいけなくはけと,いうことそうして一見交わることがないこういう視点ですけれどもそこには矛盾とは見えながらも両立することで知恵というものに結びついていくという考え方があるのだということになります。これらをまとめると模範回答が出てくるわけですが大切なことは目に見えないということを十分に理解し 意識しなくとも働く暗黙知として身につけるとともに、意識的に問い直すことで大切なものを見抜く目が得られるとする考え方。こうした回答が制限時間内でうまくまとめることができるかどうかという部分は、先ほどの前提をしっかりと掴んでいるかどうかというところに左右されます。時に今挙げた模範回答の右側に、よく似た別の文章を掲げています。 一見似ているところがいくつかあるんですけれどもこれは県教委から発表されたものあるいは朝日高校から発表されたものではなく全く別の農会センターの一スタッフが作成した別の問いですこれらの問いというものを普段学習する際にはぜひ比べ合わせてやっていってほしいというところが一つのアドバイスになりますけれども例えば大切なことは目に見えない意識せずに機能させるそして意識的に問い直す とということで本文の最後で述べられていた大切なななもののを見抜く目が得られるといいう,ふうな文章の形になっています要は自分で記述の問題の採点をする際に模範回答と自身の回答といったものを比べ合わせて比較検討しながら学習をしていくという必要があるということです。 さながら数学の場合でいうような同類項をくくり出してみて係数の部分を整理するというふうな学習を進めることによって記述のスキルというものは飛躍的に上がっていくものですそれでは朝日高校のまとめに入りますまずは重複している言葉ですとか接続語対比の関係というものに注目して論理の道筋をたどるという練習が必要です県立でも言えますが文全体の構造を理解して要約する練習をしながら やはり読解速度自体を上げていくという必要があります最後に回答の骨子ですとか着地点というものは常に意識しながら記述問題の精度を上げていくという練習が必要ですこうした練習を繰り返しながらいろいろな入試問題そして問題といったものに当たっていきながら国語というものの位置づけはこれから少し考え直していただけると幸いですそれでは以上で国語の説明を終わらせていただきます